はい、皆さんこんにちは、八木下と申します。本日はですね、キリンが来る第26話を紐解いていきたいと思っております。先週のですね、25話私動画アップしなかったんですけれども、ちょっとですね、動画今まで第24話までの動画はストーリーをですね、丁寧に追っていくという解説動画で、評判はですね、決してバッド評価ほとんどつかないという形だったんですけれども、ちょっとあんまり面白くないのと、まとまりに欠けておりましたので、ちょっとですね、一周お休みさせていただいた上で、今回から少しだけ構成を変えました。歴史にですね、詳しくない方も楽しむことができると思いますし、歴史詳しい方もですね、ストーリーの面、要はドラマとしてですね、楽しむきっかけとしてですね、動画楽しんでいただけるように本日は努めてまいりますので、ぜひお楽しみいただければと思っております。でですね、本日の構成なんですけれども、全部で8つのお話をさせていただきたいというふうに思っております。まずですね、一番最初は私の感想を軽くなんですけども、お話しさせていただいて、でですね、今回の動画の狙いというのを少しだけお話しさせていただきます。要はちょっとだけ構成変えるよって話を改めてさせていただきます。でですね、先週話しませんでしたので、ちょっとですね、第25話、第26話、私的にはですね、連なった一つの物語としてですね、捉えていいのかなというふうに思いますので、一応25話も一部含めてですね、合わせて今回のこの26話、主題って何なんだろうって話をさせていただきます。でその後で軽くなんですけれども、一応25話の方を簡潔に振り返った上で、26話を簡潔に解説するというふうに話し進めさせていただきます。でですね、熊気味丸が今回ですね、暗殺されてしまったわけなんですけれども、それをですね、ちょっと、物語的にどう解釈すべきかっていうですね、解説をさせていただいて、でですね、光秀のですね、妻であるひろこについて、過去にもやったことあるんですけども、今回もですね、良き妻が、前面に出ておりましたので、その話を解説させていただいて、で最後に来週への期待をですね、お話しするという形で締めとさせていただければと思います。ではですね、今回のまず感想、そして本動画の狙いとですね、話し進めていければと思うんですけれども、まず感想としてはですね、面白かったですね。今回もすごく面白かったんですけれども、文章でまとめると、本当にこう緊張感ある物語で非常に楽しかったなと。で、今回この第26話をもって、来週からついにですね、織田信長の上洛の話に徐々に入っていくので、こうワクワク感というか、その織田信長がどうこうっていうよりも、織田信長と光秀が本当にこう一緒にタッグを組んでですね、話が進んでいくので、非常にこうワクワク感が、こう期待高まるですね、第26話だったなというふうに思います。なんですけれども、一方でというか、やっぱりでも今回の物語で一番こう胸に、物語として胸に響いたのは、やっぱりこう熊気味丸がですね、こう暗殺されてしまったと、要は小さい子供が暗殺されてしまったので、で彼自身がね、その何か悪いわけじゃないので、その清掃の具じゃないけれども、に子供が使われてしまったっていうところにはすごく胸を痛めましたし、で朝倉義景がですね、結構こう今までずっと出てきてから、確かにこう無能だったりとか、なんか楽観的な人間っていう側面は前面にこう出されてはきたんですけれども、だからってすごいこう悪どい人間ではないので、なんかそれを無能と仮に仮定したとしても、仮定ですよ、無能とレッテル貼ってるわけじゃないんですけれども、仮定しても、ちょっとかわいそうだなっていうふうに、こう胸にですね、こう何かこうしこりが残るような、思いをですね、抱きましたね。で、時代はこう戦国時代で、動乱の時代なので、仕方なしとか、いろんなね、理不尽なことが今の世の中以上に起きる時代だから、と思いつつですね、光秀は光秀で、結局その朝倉義景をスポーンと捨てるっていう選択を今回取っておりますので、なんかその心の内もですね、こう察したくなったなというふうに思った第26話でございました。なので別に心にね、何かこうモヤモヤするものが残るっていうのは、物語的なその不備を指摘しているわけではなくて、逆に言うと物語が心の奥底まで届いたからこそ、そういうふうに思ったってことではあるんですけれども、いやなかなかこう悲しいですね、展開だったなというふうに思います。なんか今回でこれだけこう胸をつかまれてしまうと、本当最後本能寺の変の時とか、どういう感情で見りゃいいんだというふうに思うというか、その要は演出がね、演出的にその私的には心の奥にこう矢が刺さるようなね、気持ちになったので、それぐらいパワーを秘めた作品なので、本当に最後どういう感情にさせられてしまうんだろうっていう楽しみというかですね、すげえ作品だなというふうに改めて思ったのが今回の第26話でございました。でこの動画の狙い、今までも基本的に私の動画、他のドラマの考察含めてなんですけれども、基本的には私の
動画をご覧いただいた後にまたドラマに戻った時、まあ、映画でもそうですけど戻った時によりその作品を楽しむことができるのが本望なので、それをまあ目指してやっているんですけれども、まあ、前回までは、まあ、歴史を題材にしているドラマだっていうこともあって、基本的にはそのストーリーを丁寧に紐解いていくってことに主眼を置いて、プラスちょっとおこぼれでエピソードいくつか話すっていうですね構成だったんですけれども、ちょっとそれだとですね、まあ、最初の20分30分ですね離脱しないで見ないと何の面白みもないの で YouTube っていう特性上ですね、徐々にこう途中で離脱する方が徐々に増えていくっていう、これ私の動画に限らずね、そういうもんだと思いますので、途中までどこで切ってもそこまでの部分が楽しめるっていう構成にするに越したことがないということで、ちょっとリニューアルをですね一周置いてリフレッシュして、することにしました。でまあ引き続きなんですけれども、私は歴史の専門家ではないので、まあ歴史の詳細解説ではなくて、まあ様々なドラマ考察をしていたりとか、あと私本職が映画メディアの編集長で、様々映画、まあ今ほとんどライティングしてないんですけれども、まあ、ライターとかやっていた時はもう年に200本とか300本とか見ていたわけです。なので、まあ人よりはね、少しはその物語の解釈とかをこういろいろしてきた人間なので、そういったストーリーを簡潔に、まあ理解してもらうってことをですね、今回から主眼に置くと。なんで今まではもう丁寧に丁寧に紐解いてきたんですけども、もちろん今回も丁寧には展開していくんですけれども、本質、物語の骨格をちゃんとこう炙り出す。まあ大体40分ぐらいね、この本編のところをこう炙り出して、表面の部分をしっかりと理解してもらうことによって、その後また物語を見た時に深く理解できるっていうですね構成に今回の動画からしました。なんでまあドラマですね、その上でこう魅力とかもこういうとこ良かったですねとか、まあ、今冒頭で言ったねその熊君丸のところはちょっと心に来ましたよねとか、そういった話とかもですねすることで、キリンが来る面白いよねっていうですね、皆さん自身思っていただけるように、話を進めていきたいというふうに思います。では、本題に入っていきたいと思うんですけども、じゃ前回の第25話と今回の第26話、主題、まあ、一言で言うと何をこうなんて言うんだろう、議題として挙げて物語が展開されたかなんですけれども、これですね、まあ、非常に簡単で、まあ、要はですね、向井理さんが演じていた足利義輝が暗殺されてしまったと。でその暗殺されたので、その亡き後誰が将軍になるのっていうのがもう主題です。まあ、お分かりの方はほとんどの方は分かると思うんですけども、でもそれを描いてるわけです。その上でいろいろなことが起きているっていうのが、この麒麟が来るの第25話第26話でございますので、もうこれが本当に主題でございます。なのでこれ、まあ、公式ホームページの図をそのまんま持ってきた上でちょっと私が補足で足しておりますけれども、まあ要はですね、足利義輝が殺されてしまったと。将軍っていうのは今で言うとちょっと乱暴な例えかもしれないけれども、まあ要は内閣総理大臣ですよ。まあ、要は国を司る、もちろんその上に天皇がいるけれども、国をね司る人間が殺されてしまった、まあ、殺されようが病気とかで亡くなろうが、まあ、それいなくなっちゃったと。それがいなくなっちゃったらどうするか、もちろん後継者を選ばなきゃいけないと。で当時は後継者は、まあ、血縁でいくって形で、普通に考えれば実際にそのまま実のね弟である、各家、まあ、足利義昭ですけれどもが継ぐっていうのが普通なんです。なんですけれども、そこに足利義秀っていうこの人間が出てきたから今揉めてるっていうのがこの25話26話であるわけでございます。でなぜこうなってるかっていうと、そもそもこの足利義秀を殺したのは三好一派なんですね。三好家の一派が、殺してしまったわけです。でもちろん殺したのには一応ね、まああんまりこう将軍としてふさわしくなかったから殺したっていうのもあるけれども、その上でね、別にその実の弟が継ぐんじゃなくて、いとこのこの足利義秀と三好一派が要は組んでるから、こいつを要はこいつ弱いしちゃった、まあ いやこいつをその将軍にするために殺した上で、三好一派が実際その都である京をね支配、実質的に支配しているから、こっち側に持っていこうとしていると。だけれども幕府の総攻衆、つまりまあ要は官僚ですね、今で言う官僚とか、まあ、元々通常だったらこっちなわけだから、いや本当はこっちだろと、いやいやうちら主流派じゃんと、うちらが抑えてんだからうちらはこっちを抑えるぜと、だから揉めているという感じでございます。で別にね、いざこざしてたら結局天皇もいるわけだから、その天皇のね、まあ、お気持ちとしてどっちかっていうのを選べばいいわけなんですけれども、そこでもこの三好一派が強くてですね、要はですね、関白である近衛前久がですね、天皇に、まあ、要は
この足利義輝亡き後は足利義秀がいいと思いますっていう風にこっち側についちゃってるんですね。関白が、関白ってのは天皇陛下に対してまああのお話し役です。天皇陛下のお話し役なので、まあ、アドバイザーですよ。なのでこっちについちゃっているので、もう完全に京都を支配しているのは三好一派、そして関白までこっちについちゃってるから、完全にこっち優位で話が進んでちゃったと。ただまあ誤解なきようにというか、まあ第24話とかご覧になられていればわかると思うんですけれども、関白である近衛前久は別に三好一派を好んでいるわけじゃなくて、かなり脅されてる状態だと。でも脅されてる状態だからもうしょうがなくこっち側についているってことがあるので、まあそれでですね、まあ揉め事としてはこのような感じになってしまっているという感じでございます。まあ、なのでこっち側はですね、幕府の方向性、まあ三淵とか細川とかついているんですけれども、完全にもう足利義秀側関白ついているので、こっち側優位で物語が展開していったというのが、まあ第この形が第24話が終わった時点、そして第25話に入っていくという感じでございます。それではですね、その上で第25話、つまり今回の第26の前の25話を簡潔に説明していければと思うんですけれども、まあ、いつの時代、何が起きている、事態はどう動いたのかって形で整理させていただきました。まあ、時代としては1566年から1568年、なんで永禄9年から永禄11年なんですけれども、起きたこととしてはこれは先ほど主題で言ったことそのまんまですけれども、足利義輝亡き後誰が将軍になるのと、足利義昭なの、それとも三好たちがついている足利義秀なの、どっちなのっていう話がですね、第25話では描かれてきました。で、結果的には何が起きたかっていうと、足利義秀側、つまり、まあ、三好がついていてですね、まあ、実質その実権を握っている側がですね、まあ、ある種強引に、将軍になりました。で、将軍になった、まあ、要因としてはですね、その三好家の勢い、そして関白であるこの江崎久のですね、まあ、意向、もちろん脅されちゃっただけですけれども、意向がですね、働いてですね、で時間的にその足利義昭側もですね、ちょっと挽回することができなかったので、結果的にはそれで勝ったという形になりました。図解で言うと NHK の公式ホームページの図解をお借りしていますけれども、このような感じになっております。まあ、こことここで、対立しているわけでございますけれども、まあ、三好一派ですね、関白である近衛前久にまあ圧力をかけて、まあ、しょうがないと、まあ、分かりましたという形になったので、そこから天皇にですね、足利義秀がいいと思いますという形で、進言しまして、結果的にですね、将軍、戦意大将軍として、任命したという形になりました。だ、任命はしたんですけれども、じゃあ今の内閣総理大臣で考えてみましょうよ。ちょっと誰々とかね、人を当てはめるといろいろ語弊が生じるんで、架空できますね。まあ、内閣総理大臣がいるとしましょう。なんで菅総理って考えないですね。内閣総理大臣が新しく任命されましたと。任命されたとしても、全員が全員その人に納得しているわけじゃないですよね。これは与党野党じゃなくて、与党の中で考えましょう。与党の中、政権政党の中でも、その総理を推してる人とそうじゃない人がいるわけでございます。ってなった時に、総理が決まったら全てが全て諦めるかっていうと、次狙いますよね。次は行こうという形に狙う。しかも今回に関してはもう半ば強引にやってるんで、もう引きずり下ろして将軍にしようというような、要は意向が働くわけでございます。今で考えると分かりやすいですね、という形になりますので、こっちで将軍決まっちゃったけれども、だけれどもなんとか足利義昭を将軍にしようという気持ちは折れておりません。その熱意は消えていません。なので幕府の方向衆らはですね、対立した状態で続いていくと。で、じゃあどうやって将軍にさせるかなんですけれども、今はですね、どういう状況になっているかっていうと、まあ、越前の朝倉家にですね、ついてもらって、それでですね、まあ、実質今でいう県知事みたいなもんですよ。県知事だけど、まあ、軍隊を持ってる県知事みたいなもん。だからその軍隊、まあ、警察を持った上でですね、京都に担いで入っていってですね、三好一派を打倒することができれば、そのまま追い出すことができれば、義昭をですね、将軍にすることができるので、それを今画策しているというような状況下にございます。でですね、その上で第26話に話が入っていくわけなんですけれども、第26話はそのまま地続きで話、1568年なんですけれども、まあ足利義秀がですね、一応将軍になったけれども、まあなかなかですね、その要はね、まあ光秀とかね、まあ細川とか三淵とかその辺がうんぬんとか、する前にですね、なんかですね、将軍になったばっかりなのに足利義秀側がですね、なんかちょっと不穏な感じなんですね。これ何が起きてるかというと、この場面写真、見れば、あのシーンねっていうふうに振り返ればお分かりだと思うんですけれども、要はですね、まあ、この江崎久は、まあ、足利義秀を推したんですけれども、足利義秀がですね、ちょっと病気がありまして、京都に入ってこないで、ちょっと離れたところに留まってですね、いる状態なんですね。もちろん別に寝込んでるとかじゃないんですけれども、ちょっとそういう状況なので、
なんか万全な状況じゃないと。で、分かりやすく言えば、総理大臣に任命されたのに、総理か首相官邸で仕事をしないで、自宅で、まあ、なんとか仕事していますみたいな、そういうような感じでございますよ。まあ、まあ、実際自宅じゃないけどね、こっちは。でも、そういうような感じですよ。いやいや、来いやって話じゃないですか、そんなね。あ、もちろん、休みの日に帰るとかはいいですよ。休みの日に帰るとかはいいけれども、で、テレワーク云々とかね、そういう話は置いといてですけれども、とにかく来ないと。首相官邸に来ないと。それどうなのって形でですね、こっちの2条っていうのと、このですね、この絵がですね、対立する形になってしまう。これもともとその代々この絵家と敵対しているってこともあるんですけれども、まあ要はこの病で来ないってことをですね、まあある種一つ理由付けとして、ここで対立すると。で、対立する上で単純にですね、文句ばっかり言ってたらですね、その文句言ってるだけの野党みたいな感じになってしまうんで、それはちょっと話違うんですけれども、文句を言うと同時にですね、結局その足利義昭は将軍目指してるわけじゃないですか、まだ。その気持ちはついえてないわけじゃないですか。なので、二条はこっち側にですね、まあ見届け人という形でですね、次期将軍の最有力候補という形の転覆の義をですね、してですね、こちら側を支援するという形なので、なんでこの図で言うとですね、もう完全にここの真ん中で、まあ、実際こんな感じかな、実際こんな感じで対立しているという感じでございます。まあ、今回松永久秀は出てきませんでしたので、一旦置いといてになりますけども、松永久秀は一応三好側にですね、いるんですけれども、ちょっともう完全にですね、三好側のこの暴挙をですね、コントロールできる状況下にありませんので、まあ、松永久秀はどっちかっていうと、まあ、こっち側に今ついているというような感じでございます。はい。でですね、まあ、そういった形でちょっと不穏な状況にはなっているんですけれども、足利義昭としてはその上洛して、なんとか次の将軍になるチャレンジをしたいんですよ。まあ、だけれども、じゃどうやんのって話なわけですよ。じゃどうやるかなんですけれども、それはですね、まあ、改めてこっちに戻るんですけれども、結局その、京都に行かなきゃいけないわけですね。京に行かなきゃいけないけれども、まあ、後ろにはその結局その、ただ単に一人で行って、僕将軍になりますって、そんな刺されて終わっちゃいますので、そういうわけにはいかないので、要は兵力を伴って、三好に勝つ兵力を揃えた状態で京に入っていかなきゃいけないわけです。ってなったらですね、まあ、それで今、朝倉家に頼っているわけなんですけれども、まあ、なかなかちょっと動きが鈍いと。で、動きが鈍いのはもちろんそのね、周りのアドバイスがうんぬんとかいろいろあるんですけれども、朝倉家の中というか、まあ、越前の中は越前の中で問題があって、それがですね、要はここのところですね。まあ、側近なり山崎義家はですね、まあ、ちょっとあんまり、本音を言うとその上洛には反対、要は担いでいくのは反対なんだけれども、まあ、別に基本的にはその話には従う、立場なので、基本的にはまあ容認しているんですよ。なんですけれども、朝倉景明という朝倉家の別の人間はですね、いやいや、上洛はねえだろと。そのね、元服を果たしたことは別にね、めでたいことだし、別に足利義昭のことは嫌いじゃないけれども、その、要はいろいろなね、まあ、勝てんのそもそもとか、あとは単純に、その、越前の中でまだね、一揆が起きたりとか、いろいろとね、まあ要は、まだまだ治安維持ができてないんですよ。だから内政がちゃんとうまくまとまっていないのに外の話するのと。じゃあ今の世の中で行きましょう。例えばですよ。じゃあ私埼玉県に住んでます。埼玉県に住んでるけれども、埼玉県のコロナ対策がうまくいってないのに、他の県のコロナ対策とか国のコロナ対策に対して支援しますかって話ですよ。しないでしょ？まずはその県のことちゃんとやってからその外側に対する支援を申し出なきゃいけないわけだから、っていうような形に今なってるから反対しますというような状況になっているわけでございます。なので、今の時点ではこういう形になっています。まあ、将軍を担ぐのがですね、まあ、朝倉以外に、まあ、織田信長がですね、一応ちょっと、その、空きましたので、手が空いたので、朝倉家でうまくいかないんだったら、一応織田家で行くっていう手はあるわけですよ。もちろん、話の序盤では、まあ、一緒に担いで行くって話だったんだけれども、いや、もうちょっと、朝倉置いといて、織田側で行った方がいいんじゃねっていうなんとなく話の流れになってきたわけでございます。で、その流れはどういうふうに今回物語第26話で描かれたかというと、まずですね、いろは太夫が光秀に上洛ね、その朝倉家なんか揉めてると、ね、影明は反対してるし全然一枚岩じゃないと。なのでそういう状況下にあって上洛をね本当にしたいなら越前どこ朝倉家どこじゃなくて信長とあんたが組んでちゃんとやればいけんでしょというふうに進言しますって言って進言するんですけど、別にそれもそれ全部いろは太夫の本音かっていうとそういうわけじゃなくて、っていうふうに機長が言ってんですよっていうふうになるわけですよ。
ああ機長様がってなるわけですね。だからまあもちろん自分のね意見も含めてだけれども、機長が言ったことを踏まえていろは太夫はあんたら行きなさいよっていうふうに進言するわけでございます。で進言したらどうなるかなんですけれども、その上でああなるほどなというふうに、まあ、納得するわけですよ自分も。まあ、ちょっとね頼りない部分もありますの で一枚親じゃないし、で実際そのほら反対意見を述べたところでむしろ光秀もねうまくいくわけねえだろみたいな感じで言っていたのでという感じなので、ここでですね光秀は義明に織田で行きませんかと、もう織田のみで美濃に行って美濃から上洛しませんかというふうに提案をするわけでございます。そしたらですね、まあ、結局全然動かないでその今日まで来てしまっている状態なので、あじゃあ織田で行こうというふうになるわけでございます。じゃあ織田で行くっていうふうになった、なったはいいけれども、じゃあいきなり織田で行きますバイバイっていうふうに切れるかって言ったら、一応ねその立場もあるから、そうするとちょっとこっちと揉めると、だこことここで戦になっちゃったら、やりたいことは上洛してね三好と戦うことなのに、ここでね足引っ張り合いしたら全然話にならないから、じゃあどうするというふうになるわけですよ。そのどうするって話をですね、まあ、一応ちょっと細川藤田が今回のシーンにはいなかったけれども、まあ、一応ちょっと入れておきますよ。一応入れた状態でここの3人で一応話をしました、まあ、山崎義家と、朝倉景明とあと三淵と話をしたわけでございます。でですね話をした結果、要はいやもう織田で行くことは決めたとね、義明様がそうやって言ってるから織田で行くことは決めたんだけれども、じゃあどうしますかと、どうやってそのねもう黙らせるかと、勝手に行っちゃうっていうのもちょっと後で結局足引っ張り合いとかね、そのここで戦いになっちゃったらあれだから、どうしますかと、でどうしますかを考えた上であることを実行した結果どうなったかは場面写真が出ておりますけれども、こうなったわけですね。はい、殺されてしまいました。子供を殺すという形になりました。でこの結果どうなったかっていうと、この結果このような感じになっても、要は戦意を喪失させることによってもうその手を引いてもらうという形が取られたという感じになりました。まあ、なので実態はどう動いたかっていうと、まあ、足利義昭では越前の、まあ、朝倉義景を、切るという形になったんですけれども、切ってで美濃の、織田信長に上洛を託した形にしたというふうになりました。で、まあ、この図か、このような形でですね、熊木美丸がですね暗殺されてしまったわけなんですけれども、ちょっとその暗殺についても少し紐解いていきたいというふうに思います。まずですね今回のこの第26話のタイトルはですね、三淵の関係というふうなタイトルがついておりました。ちょっと関係の関の字がこの時代で出なかったので、ここだけ字体変えさせていただきました。でですね、関係の意味なんですけれども、実は悪巧みっていう日本語でございます。なんですけれども、そうするとですよ、三淵の悪巧みがタイトルで、ここのね、3人のその会議があったから、全部仕組んだのかっていう風に結構ミスリードしちゃってる方もいると思うんで、ミスリードじゃないか、まあ、そういう風に解釈されてる方もいるんですけれども、私的には三淵の悪だけ見た言っているけれども、全ての実行犯とは考えにくいんじゃないかなという風に思っています。まあ、どういうことかというと、結局その場を設けて手引きは全部したけれども、手引きとか言えそうね、その場では収めて、じゃあもうね子供を殺すことで戦意喪失させましょうって言ったかもしれないけれども、多分その毒を入れたりとかで、今回毒味の次女ごとぶっ殺してたじゃないですか、ね、すげえなと思いましたけども、その毒味の次女の妨害とか、多分これはですね山崎義家が手引きしたんじゃないかなと。っていうのは結局そのねどれだこれか、三淵がね毒入れまで手引きはできないと思うから、やっぱり側近だからこそそのねまあ家の中に置いてまでいろいろ手引きできると思うから、多分三淵が画策はしたけれども、実際にそこで手引きというかいろいろと画策して実際実行犯じゃないけれども動いたのは山崎義家なんじゃないかなというのが私の、解釈でございます。まあ、山崎義家の手引きのはずというふうに書きました。まあ、ここのところ演出的に絶対的な回答が示されていたわけじゃないので、解釈はまあ正直人それぞれ自由なんで、まあ、ドラマの解釈ね視聴者の自由なんですけれども、私としては多分山崎義家が手引きしたんじゃないかなというふうに思いました。で、熊木美丸が殺された理由に関しては一応整理しておくと、まあ、朝倉義景の戦意を喪失させることを目的としました。でですね、まあ立場が高い人って、まあ、一夫多妻制的な感じで子供いっぱいいるわけですよ。もちろんあれですよ、いっぱいいるからして一人の子供が、亡くなったら悲しいけれども、でもたくさんいたら
戦意喪失まで行くかなっていう疑問も生じるじゃないですか。悲しいよ悲しいけれども、まあ、ちょっとじゃあそのね悲しみを乗り越えて次上洛しようってなりかねないじゃないですか。なんですけれども、あの、まあ、歴史上ですよ、歴史上は足利、朝倉義景は子宝に恵まれなかったんですよ。だからこの熊君丸を溺愛していたわけですよ。実際上洛するって今回第26話で言った時にも、ね、その嫡男の熊君丸がそのアドバイスしてくれたからわしも決断したのじゃんみたいな感じのことを言っていたのです。つまりそういうことなんですよ。なので溺愛度が高いからこそっていう、そこを狙われてしまったと。悲しいですけれども、まあ、そういった形になったと。でプラスしてこっちのが重要だと思っていて、その熊君丸のまあ葬儀、まあ、弔いのところにですね、足利義昭がまあ参列というか、まあ、あの来てくれたというか、まあ、ちゃんと弔ってくれたので面目は秩序したわけですよ、これで。まあ、要はその、ね、別に裏切られたとかいうわけじゃないから、それによって一応義理立てはしてくれたと。だ逆に言うとこのね、面目秩序をすることが最大の目的、面目秩序さえすればその織田に頼るよって言った時にも、まあここでね、愛する息子の別れのところには来てくれたから、まあ、それは許すわというような形にですね、なるので、この2つ、戦意喪失した上で面目を保つというような形でですね、熊君丸は、暗殺されてしまったという形でございます。でここのところなんですけれども、私今回もまたそのね、歴史の博士ではないので、まあ、今回これ解説する上でですね、いろいろと見たんですよ、資料とかいろいろ見たんですけれども、まあ、熊君丸は結構ですね、あの病死説というかそっちの方が強そうなんですね、歴史を見る感じだと。なんでこの辺はあくまでも、まあ、キリンが来るっていうのは、例えば、コマちゃんとか、まあ、イロハダイオもそうですがオリジナルキャラクターであるのある通り、その歴史というものをベースにしつつフィクションもいろいろと混ざっているわけですよ。であとは、まあ、桶狭間の戦いもそうでしたけれども、の、今川が殺されるシーンもねとかもそうでしたけれども、いろいろなその脚色、ストーリーテリング上を、まあ、ドラマチックに見せたりとか、いろいろとその後伏線になるような脚色化されますので、あれ歴史上は病死だったけどなんで毒殺なのって突っ込んでももう意味ないわけですよ。だからもうそれはそういうものとして今回描かれたの で、それだからこそ物語的には、まあ、朝倉はもう戦意喪失してで面目も秩序したからというような形でですね、その結果的には、織田家で上洛するというような形が取られたという感じでございました。あ、本当だからもうね、子供を清掃の具にしてその進めるっていうのは、まあ、なかなかえぐいですけれども、えぐいっていうかね、もうすごいこうざわざわしましたけれども、心が。でもまあそういうような形で、犠牲を払ってですね、上洛を進めるというような形に話が今回進みました。でまあ上洛するにあたってですね、まあ、実際美濃に行った上で上洛するわけなんですけれども、そこでですね、光秀と妻の弘子のシーンが少し挟まれました。でですね、まあ、ちょっとこういうような形になったんだけれどもどう思うと、てか またね、その越前にいることができないかもしれないから、ちょっとみんなで美濃に、まあ、また逃げるような形になっちゃうけども行こうっていうような形で どう思うって感じで迷惑かけてごめんねみたいな感じで言ったら、ひろこがですね、そのやっとその自分のお父さんのふるさとにね、娘2人を連れていくことができると、何も心配も無用と、ね、いう形でですね、またその旦那を後押しするわけですね。もうほんとなんかこの形ね、文句も毎回出るんですよ。そのね、今風の女性像じゃないからと。今は働く女性多いし、社会進出女性多いし、男女共同参画、男女平等で、そのね、まあ、光秀は全然子育てしないでとか、なんかあるんですよ。そういう組み、いっぱいあるんですけども、まあ、この時代の一つというか、まあだから、古き良き、その良きを悪しきと思われる方もいらっしゃるかもしれないけれども、まあその古い形の中においての一つの、その女性像って形はですね、示されているので、そういった形で今回のこのひろこすごく良かったなと私的には思いました。だっていろいろな価値観があっていいわけじゃないですか、その女性の社会進出に関しても、社会進出したいって女性がいるから、だからそこに対して男女のね差があったら良くないし、女性差別があったらいけないから、そこは解決していかなきゃいけないことだけれども、と同時にそのね、まあ、昔からその女性は家庭に入るって形でですね、家事をしたい主婦になりたいって方もいるのも事実じゃんわけじゃないですか。それはゼロじゃないわけじゃないですか。なんでその中で今回はその古き良きの方のひろこ像としてですね、まあ、私は良かったなというふうに思う次第でございます。じゃあそのひろこをですね、まあ、何回か私の動画でも扱ってるんですけども、改めて紐解いていきたいと思います。まあ、明智光秀の正室、まあ第一夫人なんですけれども、まあ、明智光秀はですね、側室を持たなかったので、実質もずっと一人の妻として愛されたという人物でございます。
でですね、まあ、様々なガイドブックであるとかそういったものでこのヒロコを見ていくと、まあ、芯が強く冷静さのある人物だよというふうに説明がされています。まあ、言動は至ってポジティブ、今回の第26話でもそうでしたね。至ってポジティブなんですけれども、でね、まあ、あの越前に来てから貧しい暮らしになってしまってますけれども、全然なんかあっけらかんとしてますよね。だからそこもすごい、強く冷静な人物だなと思いますし、まあ、目の前の現実を受け止めてですね、解決策を見つけられる人という、本当にそういった意味ではなんか単純に家庭に入って、主婦しているということではなくてです、その家庭には入っているけれども自分の、ね、考えをもとに動いているっていう意味で本当にすごく大人の女性なんじゃないかなと。で、私としてはここまでだけ整理すると、まあ、できる女性だなと思ったんですけれども、できる女性ではないっていうふうにここで書かせていただきました。どういうことかっていうと、これですね、ガイドブックでこのひろこを演じている木村文乃さんがですね、実際に言っていることなんですけれども、ひろこはただ純粋に光秀が好きと、行動、それぞれの行動、まあ、だから解決策を見つけるとかね、現実を受け止めるとかっていうのは大好きな夫のためだと、それが原動力になっているっていうふうに発言されています。でですね、まあ、光秀の内面にむやみに立ち入ることなく状況を察して支えていく、まあ、古き良きって形、意見は何でもかんでも言うっていう形ではなくて、一歩引いたって形はこの、そのね、ちょっと古い形かもしれないけど、まあ、そういった形ですよと。で、木村文乃さんはこのような形で発言されています。これほど妻に愛されたら男冥利だと感じてもらえたら幸せです。まあ、そういった形だから、もうそういうものだという形でですね、ひろこというものは今回演出されて、木村文乃さんが素敵に演じられているので、なるほどなというふうに思っていただければと思います。はい、これで一応今回の第26話、まあ、第25話のダイジェストも少し含みましたけれども、話としては以上になります。まあ、なので、まあ、実質その、今はね、もう天、あの将軍が、いるけれども、そこに今これから足利義昭がですね、まあ織田に担がれて上洛するという形でチャレンジがこれから始まるという形なんですけれども、まあ言うてもですね、単純にただ単に兵力揃えてですね、三好に対して戦い挑んでも、三好は三好で強いから実権握ってるわけなんで、織田といえどもですね、勝ち目があるかどうか分かりませんので、その辺ですね、じゃあどうやって勝つっていうのは今度第27話以降描かれていくものというふうに推測がされます。で、第27話に関しては、公式のホームページにあらすじが出ているんですけれども、まず要約すると、この3つがおそらく来週描かれるんじゃないかなというふうに思います。まず1つ目が、足利義昭がですね、まあ、実質そのずっとお坊さんやっていたってこともありますので、なかなかこう、将軍としてのこうバイタリティがないというか、ちょっとまあ平和主義なところ。だそれがいいんだけどね、そのいいことでもあるけれども、まあ、なかなかちょっとこう、血気盛んじゃないという形なので、まあ、血気盛んな織田信長からすると、ちょっと不安に思う部分が、ありそうだなというのが描かれるようでございます。でですね、まあ、これからその結局京都に行って三好を倒さなきゃいけないので、光秀が先にですね、偵察に行くことになりました。で、偵察に行くんですけれども、そこでですね、まあ、駒とかいろは太夫に会うシーンがあるようでございます。で、合わせてですね、木下藤吉郎も先に京都に入っている状況でありますので、木下藤吉郎となんか一緒に行動したりとかで画策していくようでございます。であとですね、まあ、商人である、今井宗久とですね、光秀が会うシーンが出てきそうでございます。で、今井宗久は、まあ、三好に対して軍事的な、まあ、支援というか、まあ、金銭的な支援とかそういったものをしておりますので、その後ろ盾をやめるようにですね、説得するんじゃないかなと、ここのところ書いてあったわけじゃないですけども、というふうに私としては推測しております。で、おそらくここのところで、まあ、駒が作っている薬あるじゃないですか、丸薬ね、丸薬って読まないで丸薬で合ってる、まあ、どっちかのですね、もしかしたら販売していいよとか、そういったところもですね、材料として使われてくるんじゃないかなというふうに推測がされます。で、ちょっと長いんですけれども、公式ホームページに書いてあった、あらすじをですね、最後に読んで終わりとしたいと思います。美濃で壮大な歓迎を受ける義昭、しかし信長は戦にまるで興味のない様子の義昭を不安に思う。不安ですかね、不満じゃないです、不安です。一方、光秀は上洛にあたり、三好勢の兵力と朝廷側の意向を探るために京へと向かった。駒を頼り、事情をよく知る湯原湯のもとへ。三好は今井宗久をはじめとする堺の豪商と強固なつながりがあり、その財力が強さになっているという。宗久の名前を聞いた駒は、かつて丸薬を商売にしないかと持ちかけてきた商人のことを思い出し、光秀を連れて宗久のもとへと向かうという話になっておりますので、多分私の予想のこの丸薬をですね、使ったというか、そこの商売と、まあ交換条件に、まあ、三好から手を引いてもらうというような形で説得していくんじゃないかなというふうに予想がされますので、非常にこう政治的な、来週は物語になるんじゃないかと。これ戦とかね、そういったものもしかしたら一部描かれるかもしれないけども、非常にこう政治バトル、もう綱引き、裏での、
綱の引き合いっていうのが来週は描かれるんじゃないかなと思うので、非常に緊張感のある回が続くなというふうに思います。以上でございます。今週もですね、非常にこう面白い回でございまして、なんで本当にここからもう織田のターンというかですね、織田と織田&光秀という形でですね、物語が動いていきますので、まあ、光秀もですね、まあ、ちょっとこの第1話からこの第26話まで終わって、結構中盤はですね、まあ、特に越前に来てからはもちろんいろいろね、将軍と会ったりとかいろいろなところで動いてはいるけども、まあなかなかその貧しい身としてですね、逃げてきた身としてこう身動きが取りにくかったところがありますけれども、まあ美濃がですね、織田が平定したこともあってですね、まあここからちょっと非常にこう光秀自身もですね、10年ぐらい我慢していたものがですね、こう動き行動によってですね、そのストレスもですね、発散されていくんじゃないかなと思いますので、血気盛んな光秀を見れると思うとですね、非常に楽しみでございます。以上でございます。ちょっとこのような形でですね、本日はまあ実験的な形で、今までの麒麟がくるの解説とですね、形を変えさせていただきました。まあ、今回この動画をまあ作って、アップした上でですね、また改めて私なりのまあセルフ反省会を開いてですね、まあ、来週の第27話はより皆さんに分かりやすく面白く、そして私の動画をご覧になられた後に麒麟が来るをもう一回見るとですね、より楽しく、より理解が深まるようにですね、努めてまいりますので、ぜひ今後もですね、動画をご覧になっていただければと思います。本日もご覧いただきましてありがとうございました。それでは。